航空用の予告を覗いてみよう。ノリで世界がノリノリに。ねえねえ、ノリにこだわったことってある？いや、正直晴れればいいからあんまりこだわったりはしないかな。黒曜で文具の開発をしている人はやっぱり文具愛が強いからいろいろこだわって作っているみたい。そうか、作る側にはいろんなこだわりがあるんだね。例えばグルーシリーズは紙の角までしっかり塗るために四角い形に作ってるんだって。すごい、使いやすそう。日本だと当たり前に使ってきているノリなんだけど、世界ではまだまだ普及していない国も多いみたい。世界規模でノリのことを考えているのが黒曜の我妻さん。お話を聞いてみよう。ノリって勉強はもちろんなんですけど、風間作業とか、あとはちょっと時代が古いですけど、女子高生のルーズソックス止めたりとか、なんかいろんな使い方があるなと思っていて、様々な人がいろんな使い方をしてくれて、いろんな価値を生み出してっていうので、使い方が無限大なところっていうのがすごいノリの魅力かなと思います。ノリって今の段階でもいろんな種類があるんですね。例えば色が消えるノリっていう、まあ、描いている時は青色なんだけれども貼り合わせた瞬間に色が消えるようなノリというのがあります。お客さんも普段そういうノリを使っていただいているんですけど、普段使っている時には気づかないようなちょっと潜在的なニーズを見つけて、そのお客様が少しでも使いやすく満足するようなノリの処方っていうのを日々研究開発しています。ノリってその使用する人の国の例えば気候であるとか、あとはその環境、あとは使う貼る対象のもの、あとはノリを買う人のその使用する金額とかによってさまざまなタイプのノリが必要だと思うんですね。なので今は日本向けを主に作っていますけど、そのうち世界中の人がその国に合ったノリをそれぞれ僕が作って、世界中の人に僕のノリを使ってもらいたいなと思っています。私の予告は世界を一つにくっつけるノリを作ります。